4人でスクランブルゴルフをやったら50台出せるのかにチャレンジします。今日の参加者は私とほのちゃんとカイト君とそしててるきくんです。よろしくお願いします。ドライブレコーダーダッシュカム 46Z を協賛品でいただきました。そうね、いいね。これはじゃあ今日はあれだね、団体戦と言いつつ個人戦、個人戦なんだよね。これをかけたこれです。これ絶対20でもないぞ。あ、すごい小顔小顔だ。あ、これで顔だけあるの隠してるの。そうだよ。だってね、俺がこれ出してるともう画面いっぱい俺の顔になっちゃうから、いや、お前見たくねえよってなるから、こうやってやってる。ちょうどいいかも、うん、でしょ、うん、でしょ。タネもこれで白着てることによって、まあ、膨張色なんだけど、うん、体を隠してるっていうね。そう、ちょっと体でかすぎるんで。だって、電車乗ったら3人分使っちゃうんだから。そうでしょ、ね、嘘ですよ。嘘ですよ。もちろん。ってことはこれ 俺も必須じゃん。フェアウェイ、完璧だよ。これ来た、だね、これは来たね。これいいでしょ、イーグルだよ。よいしょ。何でろ、今日はランが出ないな。え、全然見えない。早すぎ、うー寒い。よいしょ。よいしょ。マジだ、やめろよ。待ってたよ。死んでた。それかほのみの5番ウッドで間を付けさせるか。なんか顔は違う。違いますね。ナイショー、ナイショー。これは結構いってるんじゃないの。あー、もう段超えた。カート道で大丈夫、okay、これイーグル取るためにはな、俺とテレキ君が結構大事だよ。この傾斜といい、なんかドロー打ちづらいね。ありがとうございます。タイちゃん、ご発信狙い通りだよ、これめっちゃいいとこ。あ、明るい、あったかい。めっちゃ逆に。もっとかな、もっといけ、もっといけ。ナイス、うん、ナイス。よくできました。うまい、よくできたね。うまい、うまいね。7番アイアンでしょ。7番アイアン、6番アイアン、7番。ボロボロボロって言ったら合いそうじゃん。そうね、一回も使ったことないけど。マジで当たるかな。パターみたいな。切れろ、切れろ、切れろ。曲がんねえ。切れないか。ナイス、ナイス、完璧。普段からやってそう。ねえ。天才かも。天才ですよ。ありがとう。天才。え、もうちょっと。逆目だからね。でしょ。ナイス。
今もうまかったですね。自分が一番びっくりしてるんですけど。どうやって打ちました？普通にパターみたいに、パターみたいにチョンって当てるだけみたいな。サンドだと結構本当にうまく打たないと寄らないよね。確かに。スピンコントロールも分かんないじゃん。なんかこうガンって強く入っちゃってポッコンした時に、うん、受けた斜面で止まっちゃうかもしれないし、前に走っちゃうかもしれないし。止まったタイプだよね、うちら。止まったね。ちょっとグリーン柔らかいからね、うん、あれがもうちょっと多分上りが緩くなったところにキャリーしちゃってたらバッて走っちゃってるから、うんうん、どっちみち多分これはサンドだと難しいと思う。打てなくはないけど、うん、ミスした時のあれが大きいじゃん、うん、リスクが。だったら寄せるって考えるよりかはミスしてもここは越えたいなとか、うん、こっちには手前に止めておきたいとか奥に行きたいとかで考えた方がいいんで、うん、ここですね。こうやったらさ、バーディー取るってなったら、うん、やっぱり手前のその上りがきついところに止まっちゃったらきついじゃん、難しい、うん、やっぱり左のピン横とか、うん、左奥上りのパッド残さないとバーディー取れないから、そしたらもうゴロ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 って転がしちゃった方がやっぱりイージーだね、うん、こうやってうまくね打ったらいいけど、うん、結構やっぱりこれがうまくいく確率って結構低いから、結構一か八かじゃない、うん、あの高さだった、うん、結構上げた、うん、結構いいですよね、うん、でも綺麗に入ったからいいけどさ、うんうんうん、やっぱプレッシャーかかった時は難しい。ちょっとダフってもいい当たりでも同じとこにボールが行くように打っていかないと。たまらんかった。お、こっちの方が簡単だよ。上りだもん。うん、こっちの方が良くない？まあ、そうだね。こっちの方がラインがいい。はい、そうだね。いろいろ使ってみよう。でもちょっとトップしてるね。トップした。綺麗に入れる。やっぱ7番やだったね。いいんじゃない？かっ、いやー、ナイスで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 、よかった。ほのちゃん、ほのちゃん。よし、よけた。はい。よくやったじゃないんだよ。そうだよ。これガーミンか、今のパットは。このままだと俺ガーミンだよ。やだ、面白くないそれ。なんで面白くないか言うの？え、だってさ、2番で決まっちゃってるんだよ。だって後半、バーディー何個取った？後半、3つ。4つ、4つ。あ、4つ取った？4つ。でなんか質問次最初ホール、そう、やば、普通のゴルフじゃん。今10アンダー、調子いい人、今10アンダーですよね。ちょっと調子いい人じゃん。社長すいません。ちょっと出直して、ちょっと出直してくるしかない。最後2つで入れるか、最後2つで入れよう、2つ入れるかボギーかね。ボギーか、そのぐらい攻めるか。ああ、
乗る2つで入れて許してもらおうよ。そうしよう、うん、それだったらなんとなくいけそうな気する。ももちゃんするするはいするはいするよ。同い年と思えない。で、タエが言ってるからね。同い年ですよ、でも。同い年ですよ、けど。かわいいですよね。よしよししたくなる。あ、お姉ちゃんと妹？いやいや、逆逆逆。本当だね。うん。一応18だから、私。19です、私。かわいい。そういうことです。はい、以上。現場からは以上です。とりあえず旗に飛ばす、旗まで飛ばす。寒いけど頑張るよ。ねえ、ほのちゃん楽しそうで何よりです。ゆうたちゃん、はい。なんかさ、左のカート道でポーンっていって行きそうだね。狙う？うん。それで左の帯入っちゃったら嫌だもん。同じだよ、ナイスボール。うん、いけいけ。あ、ナイス。あ、全然いいとこじゃん。私もあそこにはナイスショットでしょ。聞こえなかったよ。ごめん、ナイスショット。ダメか。おー、ナイスショット。力強いドロー。やめて。力打ちじゃない、全然。か弱いです私。おお。ナイスショー。ナイスショー。おお。ナイス。せっかくいいショットしたのに。私たちもいいショット。あれ削れてくよ。しかも超得意だけど。全然違った。ええ、もうみんなエンディングの用意しといてよ。入っちゃおうかな。あ、かやちゃん4発持ってきて。ありがとう。よいしょ。しっしょ。入る。お、入ったこれ。お、お、お、弱いわ。弱いじゃん。皆さん、見て、僕らタフめっちゃそっくり。双子みたいなタフ取ってる。じゃあ行きます。測り間違えたかな。いいんじゃないこれ。来たよ、これ来たでしょ。ナイス。アンキュー。全然三つ子じゃない。飛んで。いいんじゃない。ゴーゴー。勝ったんだろ。入って。入って。もっと行け。ラインは出てたんですよね。俺あのロングパット入れちゃったよ。いや、あれはうまかったでしょ。うまかったよ、あれは認めるけど、私のアプローチも良かった。じゃんけんか。じゃんけんでいいですか。見てなかったでしょ、誰も。ナイス。なんか最後は真ん中からスッと入れてほしかった。はい、ということで
結果発表に参ります。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。でした。いや、結果発表は、はい、今日は61でした。何とも言えん何とも言えないよ。何ですか、反省。反省。いや、みんな下手でしょ100ヤード以内みんな下手すぎでしょ。そうだよね、まあ、確かに多少の難しさはあったりはしたけど、あのめっちゃ打ち上げてたりとかすごい打ち下ろしてたりとか、だけどやっぱり100ヤード以内が下手だったんじゃない、ね、皆さん練習しましょう、とりあえず本当に確かに。そういうことで、とりあえずじゃあ感想ということで、はい、ほのちゃん、はい、アイアンが全然当たんなかったので、もっと練習してまたみんなで目標達成したいです、うんうん、また挑戦したいです。今日はちょっと最後の方うまくいかないとこもあったんですけど、でもいつもと違うゴルフですごい楽しかったです。また第2回目リベンジしたいのでお願いします。今日は悔しいです。涙が出そうです僕は悔しくて、せっかく助っ人来てもらったにもかかわらず、本当すみません、ちょっと反省してほしいね、はい、ごめんなさい、嘘ですこうやってね、4人でスクランブルでやること自体初めてだったんで、昨日の夜はですね、もう、まあ、54目指すっていうあれだったんですけど、ちょっとね、正直40代出ちゃったらどうしようぐらい思ってたんですよね、僕ね。49とか待ってたら、これ企画倒れちゃうんじゃないかみたいな。すいませんでした。ある意味倒れました。よくでした。次はね、40代出せるぐらいの気持ちで頑張りたいと思いますので、はい、リベンジをよろしくお願いします。はい、お願いします。そして、こちら、ガーミーさんから、はい、協賛をいただいたドライブレコーダー、うん、まあ、ポイント的には僕の逃げ切りだったんですけど、うん、まあ、達成できなかったということでね、うん、みんなでじゃんけんしましょう。じゃんけんいいんですか。勝った人がラミーさんありがとうございますって持って帰りましょう。え、嬉しい。でもいいですか。恨みっこなし。恨みっこなし。最初グー、最初グー、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。それだ。ガーミーをかけて最初はグーじゃんけんぽい。やっぱ今日こういう日なんだよ。シャンクに持ってからだ。じゃあカイちゃんあげて。じゃあ今日はほのちゃんにありがとうございます。じゃあ今日の自分の見せ場言って。見せ場、見せ場、今日今日パターですかね。以上、また来週お願いします。はい、いや、ありがとうございました。ありがとうございました。ガーミンさん、ありがとうございます。使わせていただきます。